チャオ、あっちゃんです。今日10月の8日土曜日、あっちゃんの朝ごはんです。はい。今日は、昨日の朝ごはん動画かな。で、コメントもらってて、みかんをトーストにのしたら、誰か、期待しててくれてた人、期待にお答えしましょう。まず食パンにチーズ。とろけるチーズ乗せます。で、みかん、みかんも置きます。あーちゃん、このね、ヘタのある方から剥くの。ヘタのある方から剥いたら白いね、ひろひろが一緒に取れていくね。剥きやすいんで、はい、そんな感じで剥きます。で、これを輪切りっていうのかな。で、パンに並べます。はい。で、蜂蜜、はい、みかんのハニートースト、これで焼きたいと思います。はい、できました。みかんのハニーピザトースト、はい、では食べたいと思います。おいしい。合うね、チーズの、しょっぱみとみかんの甘み、すごいね、蜂蜜の甘みが入ってる。みかんの甘みというか、みかんの酸味やねんけど、熱入ったら甘み増すから、うん、おいしい。うん、おいしいよ。はい、リクエストのみかんトーストはいかがでしたでしょうか。リクエストしてないね。うん、みかんとピザやったら胃に優しそうやしね。うん、おいしい。うん、チーズと蜂蜜も合うね。甘じょっぱくてね。うん、パンがね、のど詰まりそう。テレビに二度映えしたいんだよ、出てね。どうやっても行ってみたいな。うん、美味しい、美味しい。バナナのトーストも美味しいけど、みかんのトースト美味しいね。うん、今回初チャレンジやけどね。
昔よね、こっそりお風呂にみかん持って入って湯船で温めて食べた子供の頃みんな懐かしい味はい、ということで、みかんのハニートースト、ハニーピザトーストでした。はい。手がね、蜂蜜だけどちょっと甘々になってるんで、ベタベタしてるな、後で手洗いかな。で、ちょっとだけフルグラ食べときます。この曲がね、やっぱり、昨日もね、夕方めまいして、回転性めまいで、多分貧血やと思うんだけど、もう、まあ、椅子に座っててね、バタンって倒れたからよかったんけど、立ってたら、すごいことやったね。今朝もね、朝起きて、まあ、眠たかったもあんねんけど、朝起きて、で、おトイレ行こうと思って、フラフラってなって、後ろのパーテーションの角の棒のとこつかまへんかったら倒れてた。うん、今度血液検査もしてもらうからね、その辺分かると思うんだけど、前にねホルモンバランス測ってもらうときに鉄分ちょっと不足してるねって言われてんけどね、その時は規定値よりちょっと低いぐらいやってんけどね、まあそれでもね、その時はね、そんなにめまいが、よくなかったよね。今ほどね。もしかしたら鉄分数値下がってんのかな。ほら、規定値よりちょっと低いぐらいから、薬出すほどじゃないけどね、言って、先生は言っててんけどね。今はどうなってるか分からないけど、測ってもらうと分からないけどね。血液検査は、どっちかなあかんねん。ホルモン見てくれる先生の方いかんなんねん。ホルモン異常はうちでは分かりませんって言われたから、いつも、この前の、胃カメラの病院ね。まあ、ホルモンじゃない血液検査してもらえたら大丈夫だと思うんだけどね。ただまあね、ホルモンが絡んでて、ホルモンの影響で鉄分不足とかしてたりしたら下手に薬出されへんっていうね。だからそっちの病院行ってねって言われるから、結局何回も何回も血液検査で二度手前になるからね。ホルモンのね、病院の方は、こういう胃カメラとか検査機関はまた違う病院に回されね、そこ行ったことないし不安やからね、あっちこっちたらい回しよ。もしました。手で出してるから洗っていきます。ではまたね、バイバイ。